ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村、そこでなんてことない日々を暮らしていた錬金術師の私、ライザリン・シュタウトは今とんでもない出来事に直面して、島暮らしで腕が鈍ったのかライザー。助けに入ってやられてたら島中の笑い者だぞ。ぶつかるのは僕とボスに任せて、援護お願い。ちょっと調子悪いだけなのに言いたい放題。ライザー大丈夫なのか。うん、アガテ姉さんは守り手さんの方をお願い。まだ他にも敵がいるかもしれないし。休暇で帰って早々こんな目に遭わされるなんて、卒業前の骨休めどころじゃなくなっちゃったな。そうか、俺は夏にライザと会うってだけで何かあるんじゃないかと身構えてたかな。確かに怪しい島の偵察に駆り出されるとか帰る前は想像もしなかったね。これぞライザって感じ。あんたたち私を何だと思ってるわけ。何か、そうだな、とんでもないことを呼び込む大変なやつってところか。冷静に答えられても困るんですけど。えい、もう手早くやっつけるよ二人とも。うん、なんとか片付いたけど、
っぱりこの近くじゃ見たことない魔物だね。ライザー大丈夫？今の戦いで怪我はしてないよね。さっき言ってた調子が悪いってやつか。どうして出発前に言わなかったんだ。ごめん、ここに来てから急に頭が重くなって。怪我人も出たし一旦戻るか。危険な場所と分かっただけでも収穫は収穫だ。アガテ、構わないな。ああ、こいつらでは先に進むのは危険すぎる。まずは帰って報告すべきだろうな。すまない。いや、お前は立派に役目を果たした。怪我の方は責任を持って面倒を見る。ライザー、トト、ブルネン家の跡取りらしくなったって褒めてあげようと思ったのに、もうまあ勘弁してあげてよ。ようやく修行の成果を試せたのが嬉しいんだと思うし。おい、タオ。ほほう、どういうことか詳しく聞かせてもらえますかな、タオ君。ナイザが島に帰った後、しばらく僕やレントと一緒に剣術や遺跡探索の修行をしてたんだよ。いつかみんなと冒険に出るためにって熱心にね。引き上げるぞ。怪我人に肩を貸してやれ。本人は真剣だったんだ。自分で言っといてなんだけど、あまりからかわないであげてね。はいはい、分かってます。痛い。何これ、声どこから。痛い。栄養術師で痛い。頭に響く。これは何、誰、何時栄養を置いてる錬金の術師、手からの鍵まで回転の牛に至れ。今のはライザー、帰るよ。私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの一日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです？その装置に不満があるのではない。ただ、水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み。便利とか不便とか、そういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが、驚いたな。ライザが古老と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったく、あの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし、
コロだって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロ、ライザ、大変だ。とある予感がした。何事じゃ、創造神。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて騒々しいあの夏が始まる。そんな予感が。なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出した意味はあったようだ。それよりボス、本当に怪我はないんだろうな。お前は子供の頃から強がりだから。やめろ父さん、心配するのは俺じゃなくて、もうすぐ島に来る交易船の方だろ。それはそうだが交易船が来るまで日数もない。迂闊に湖に入って座礁しなければいいのですが、一応小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報奨金を出すと布告を。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね、ライザ。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？まだ頭が重いんならお医者さんに。ああ、なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。
ならいいけど。ライザー、今度の怪我人に与える傷薬を頼めるか。はいはい、お任せあれ。はあ、損壊の決議はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば、コロもさすがに許してくれるんじゃないか。本当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。取りに行かないと。薬の素材なら森で集まるかな。村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。気に入った。これで行こう。着替えだ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 。ちょっとどの服着よっかな。どの服着よっかな。着替えだ着替えだ。どの服着よっかな。小妖精というが、実際何なんだよな。紛らわしい名前の付け方だ。とりあえず集めておくか。発見。ライザなら有効活用してくれるよね。発見。ティアー。どんな素材も無駄にならないからね。この辺りで薬の素材が取れそう。必要な分は集まった。あとは隠れ家に戻って調合するだけ。早く作って持って行ってあげよう。いいもの手に入るかな。
つけた。俺の剣の腕も上がってきたか。前に比べたら目に見えて上達した気がするよ。素材よし、鎌よし。それじゃあ始めよっか。何作ろうかな。どこに入れよう。何入れようかな。どこに入れよう。材料はレベルアップ。考えすぎかな。入れる場所は考えすぎかな。材料は考えすぎかな。何入れようかな。入れよう。よし、行け。できた。さて、これを港のアガーテ姉さんに届ければ依頼も達す。またあの時みたいな。頭にレシピが。ひらめいた？一体なんだろうこれ。ねえ、なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめてみよう。これは鍵だよね。なんでこんなものが。ダメだ、何も感じない。秘められた力とかがあるのかと思ったんだけど。仕方ない、とりあえずアガーテ姉さんに薬を届けに行こう。
どこか行くのか？ありがとう。これが報酬だ。島への偵察分上乗せしてある。そんないいのに。仕事にはそれに応じた対価が支払われるべきだ。タオの分も入ってる。後で分けてやって。驚いたな。地震か。あんた空剣島は初めてかい？確かに久しぶりだが、ここじゃ珍しくもないぜ。地震？なんで？今の空剣島にそんなことあるわけ？おいおい、驚きすぎだろ。ライザー？一体どうしたんだ？遅いぞ、ライザー。地震なんて一体どういうこと？最近また起きてたの？私たちが直して以来、今のが初めてよ。話すより、まず島の心臓に行こう。浮上装置が？タオ！分かってる。まだか。ちょっと待って、今見てる。干渉を受ける異常物体。やっぱりそうか。大体分かったよ。簡単に言えば、浮上装置がより大きな力に押されて不安定になってる。より大きな力？それって、もしかしてというまでもないな。あの軍刀か。やっぱり錬金術に関係するものだったんだ。本格的に調べなきゃ。でもそのためには。ライザ、どこに？バレンツ商会に行ってくる。バレンツ商会って、あ、こいつはますます騒がしくなりそうだな。いらっしゃいませ、ライザリン・シュタウト様。お嬢様へのお手紙ならちょうど北への便が。そうじゃなくて、お願いします。なんでございましょう？例のあれ、あれです。前からクラウディアが用意してくれてた。クラウディアお嬢様の、もしかして緊急連絡用の早馬のことでしょうか？そう、その早い馬。お手紙はお持ちでしょうか？ちょっと待ってください。はい、確かに受けたまわりました。あいつらに連絡したのか？うん、急いでたから一言しか書かなかったけど。大丈夫、きっと理解してくれるよ。返事を待っている間は。そうだ、他にも島の出現で困っている人がいるかもしれない。
タオとボースにも協力してもらって、手伝えるものは手伝っていこう。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？見つけたものはちゃんとしまっておけよ。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと、よっ、空剣島が天国に思えてくるな。ところへ。カラ、こんにちは。腰の具合はどうです？例の島騒ぎで駆け回らされてまた悪くなった。島の出現で周辺の魔物も動揺しておるようでの、あちこちから被害報告が上がってきておるのじゃ。それなら俺たちでも引き受けるか？うん、全部は無理かもだけど、少しなら手伝えるよ。本当か？それなら対岸にたむろしている魔物の掃討を頼む。よし、任された。早速行ってみよっか。ああ、うん。対岸にも魔物が集まってるみたい。どうやら魔物も異変を察知しているみたいだな。僕らより敏感なのかもしれないね。どこに行こうかな。ここがいいな。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。ライザの錬金術、期待してるぜ。ボースと戦うなんてちょっと不思議かも。
まだまだ強くなれそうね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。